さあ我らがやわらちゃん、世界選手権ディフェンディングチャンピオンの田村涼子が登場してきます。初戦の2回戦です。解説は、田村涼子を高校時代指導されました福岡工大附属高校監督の園田義夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、この試合の前朝田村にお会いになったそうですが、どうでした表情は。まあ、元気な顔して頑張りますと、うん、一言力強く言ってくれましたですね。はい。まあ、女子はですねここまで田辺の銅メダルだけということで、田村に対するプレッシャーというのもねかなりあるとは思うんですが。そうですね、まあ本人、まあ、今までですね、はい、まあ、メダルが取れてない、まあ、背負った一本です。やっぱ見せてくれますね。あっという間でした。お話を聞いてるうちになんと開始10秒です。今のは背負い落としですか。体落としになりました、ね。いや、開始早々あっという間に初戦を飾りました。ご覧いただきましょう。踏んだらすぐでした。やり体落としですね。鮮やかです。この組んだらすぐのスピードというのは高校時代どんな風に鍛えたんですか。ですね、やっぱ投げ込みの中ですね、やっぱ右やったら右の背負い投げ、左やったら左の背負い投げ、右左押すとか言ったらそれに合わせてボン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 投げ込みをやった。その結果がこういうような形で出来上がってきたんじゃないかなと思うんですけど、ね、先生が言った技をすぐパッとやるという。そうです。普通の選手にはできないことですよね。そうですね、まあもたつくところがあると思いますけどね。なるほどね。もう一回ご覧いただきましょうか。本当に気持ちいい一本勝ちでしたが、まあ、10代をユニバーシアード優勝で飾って20歳になって初めてのこの大会で期するところもあると思うんですが、本当に一瞬たりとも目が離せないといった展開ですね。田村の試合はね。そうですね、技に入るのが早いですからね。この世界選手権は全て一本勝ちで優勝を飾りたいと話しておりました田村ですが、まずは初戦見事一本勝ちで突破をしました。